ドン激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、大丈夫ということで、今回ですね、海外からとんでもない激辛商品を仕入れてきました。こちらですね、フレーミング5チャレンジというね、激辛お菓子なんですけれども、海外の YouTuber がこぞって取り上げて悶絶するというね、激辛お菓子でございます。グミの中に、はい、唐辛子の辛味成分をガンガンガンとこう注入されても大丈夫ですか？一見ね、はい、グミだから可愛いもんでしょ、とんでもなく辛いんですこれ。用途としてはちょっとこう罰ゲームというか、罰ゲームで使われてる、そういう感じです。13歳以下は危険なので食べないように。子供がこれ食べると本当大惨事になってしまうんで、これマジで危険なんで、はい、怖いでしょ。怖すぎます。言うと思ったから、今日はですね、いろいろちょっとドリンクを仕入れてきたんですけども、水、炭酸水、コーヒー、いちごオーレ、カルピスウォーターという。カルピスウォーター。水に関しては、まあ逆効果って言われてるんで、これは、まあちょっとこれを基準にして、果たしてどのドリンクが辛さを和らげてくれるかっていうのを合わせて検証していきたいかなと思います。と言いたいところですが、このドリンクの中の炭酸水に関しては、辛さを最も倍増するもの。正規には内緒で炭酸水を飲まして反応を見ていきたいと思います。じゃあ早速開封していきましょうか。1869年にアメリカ・イリノイ州で事業を開始したジェリーベリー。ロナルド・レーガン大統領の就任式典のために用意されたりするなど、アメリカで人気のお菓子メーカーだ。フレーミング5チャレンジの辛さは全5段階。一番優しいシダーチャの辛さはタバスコ程度。続いてハラペーニョ、カイエン、ハバネロと辛さレベルがアップしていき、最も辛いのは過去に世界一辛い唐辛子としてギネス認定されたキャロライナ・リーパー。タバスコの約1000倍の辛さを誇ります。付属品のルーレットを回せばゲーム形式で楽しめる激辛グミだ。海外の動画では一粒食べただけで悶絶、辛さの強度が桁外れなのが伺えます。ザ・トライチャンネルの方は、これは辛い、私には食べられません、この敵はぜひジョニーさんに取ってもらいたいとコメントしています。匂い嗅いでみ。おお、やばくない？唐辛子ですね、これ。これなんかやばそうに。やばそうですね。じゃあひとまずじゃあシガーチャーからいこうか、はい。オレンジですかね。オレンジ。一番ちょっと濁ったオレンジというか。これね。もう一個明るいオレンジ。2200スコビルでございます。いいですか？うん。いただきます。せーの。なるほど。あ、これレベル何でしたっけ？これ一番低い。あ、低い？来るね。来ます。独特な味だね。ちょっと甘みも若干ないですか、うん、グミっぽい。まあまあ、手始めにはちょうどいい辛さだと思いますけど、うん、一応飲んどくか。そうですね。ちょっと味リセット。じゃあ次、はい、ハラペーニョ行きましょう。緑ですね。緑。枝豆みたい。ハラペーニョ、いただきます。ん？おー、あー、後から来る。え？辛くないですか、ね、さん。やばい。え、なんかシラーチャの方が辛かったような気がする。なんだ、あれバグってんのかな。これやばいぞ。最初の一口甘いんですよ。うん。噛めば噛むほど辛み成分が出てくる。じゃあ次、カイエン。これ5万スコビルです。5万？はい。じゃあちょっと5万スコビルのカイエン、いきましょう。いただきます。せーの。あー。すごい、コーヒー結構消えますね。収まる。一気に消える。でしょ？コーヒーの豆のなんか油で、こう、辛味成分が和らぐって言われてる。あ、すごいことし、いいことしました。で、次、ハバネロ。ハバネロはこれ35万スコビル。7倍かー、怖い。ハバネロです。オレンジ、見た目は可愛いんですよ、本当に。せーの。感覚麻痺ってきました。ベロが痛い。ベロ痛いですよ、これ。あ、これ吸われる。じわじわ後から来ますね。うん。体がポワポワ熱くなってきた。じゃあ最後ね、キャロライナリーパー。キャロライナリーパー。一番辛いやつです。うん、これ220万スコビルということで。これは相当ですよ。それが液体として入ってるってことですか？やばくないですか？頑張ります。こんな可愛い小粒だけど、とんでもないですよ。せーの。やばい。ああ喉に来る。これ来るね。辛い。あ、これ辛い。後からやばい。これ炭酸水飲んで。炭酸でシュワって辛さ、やわらぐか。やばい、飲み込めない、これが。ゴクって言った方がいい。これで、うん、流していいですか、うん、じゃあすいません。うん、本当だ。すごい。え、すごい。なくなった。辛くなってきました。炭酸が出た瞬間は良かったんですけど、あ、なんか辛くなってきました。
炭酸は逆効果でございます。腹痛い。めっちゃ腹でしょしょ。腹感動きてますよ、これ。めっちゃ腹痛いですよ、今。やばいやばいやばい。ちょっと鼻水。鼻水やばい、これ。大丈夫？ふざけんなよ、正直。めっちゃ辛い。腹痛くなる。マジ？もう腹痛くなった。腹痛いです。腹の中でシュワシュワしてますけど、これ大丈夫ですか？炭酸水やめてください、本当に。それこそ罰ゲームですから。でも今多分舌慣れてると思うから、はい、食べ比べでシラちゃん行ってみようか。一番下の、うん、何色ですか？シラちゃん、これこの赤ですね。うん、結構赤いやつ。うん、ちょっと色強くないですか？強くない。大丈夫か？せーの。え、これおい、おい、ふざけるな。めっちゃ辛いぞ。おい、これ何？もう炭酸飲まないと。もういいよ、炭酸。やめなさい。やばいやばいやばい。これ何？リーパーかな。やめなさい、もう。辛い。炭酸一滴。いけます？もう全部いきましょう、それ。全部いく？いっちゃいましょう、もう。うお、すごい量。これ。これ3箱分。これいっちゃう？いきましょう、ジョニーさん。大丈夫ですか？お腹壊さないかな？一応、なんか注意書き、英語にいろいろ書いてあったんで、ちょっと一応読んでみましょうか。うん、一気食いはやめてくださいとかあるかもしれないですよ。いけますね。うんうん、わかりません。わかんないかい。これ海外の人一気した人いるんですか？いない。いない。すごいじゃないですか。もう世界初じゃないですか。世界初。お願いします。入る。すごいすごいすごい。どういう食べ方に。どういう感覚なんですか？これ世界初ですけど。やばそうですね。うん、これはすごい。うわ、半分しかいってないですよ、ジョニーさん。大丈夫ですか？キャロライナディーパとかハバネロを一気に入れてるってことですか？ちょっと、怖い。多分食べ方違いますよ、これ。一気食いするものじゃないですよ。あ、炭酸水、さっきの。ふざけんなよ。ダメか。死ぬぞ。飲ませてきたじゃないですか。ジョニーさんでも厳しいですか？あ、やばい。もう腹痛くなってきた。ダイレクトにお腹に来ますよね、これ。やばい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 。これやばい。お願いします。すごい音、シャリシャリと。これ口に入らないと思うんですよ、ね。あ、吐き吐き吐き。うん、こんなにグミを食べて辛そうにしてる人の世界初じゃないですか、これ。あ、まあ、まあ。さすがのジョニーさん。でもこのグミ恐るべし世界レベル。無理。無理。食べ切ってください。残すところまだ3分の1ありますね、3箱の。まあ2箱ぐらいは食べ切ったっていうことだと思うんですけれども。あ、待って、グミが針めっちゃついてる。針めちゃくちゃ挟まってますけど。汚い口も出せからって。おかしなかって見くびってたけど、はい、か痛い。こんなはずじゃなかった。すごいすごい。こんなグミの食べ方する人初めて見ました。すごい。やばい。あー、臭い。臭い。うわ、すごい強烈。ジョニーさんが噛んだ。カメラの壁、こっち、うちの部屋すごいことになってますよ、今。わあ。わあ。よく味わってますね。歯に入ってて、ダメだ。はい。ああ。結構カロリーもあるから、多分お腹いっぱいになりますよ、これ。餅みたい。その量食べてるからじゃないですかね。飲み込むず。もう食えない。もう無理です。これはあかん。というわけで、フレーミング5チャレンジ成功ということで、飲み物いろいろ飲んだけど、夜が一番辛さやられた。コーヒーが一番消してくれて、ミルク、カルピス、水、炭酸水でした。マジで辛いんで、チャレンジするときは、コーヒーとか、イチゴールとか、まあ乳製品とか、辛さを和らげる飲み物を用意してチャレンジすることをお勧めします。間違ってもね、こういった炭酸水を飲まないようによろしくお願いします。ということで。ジョニーさん、ちなみに1個残ってますよ。赤いやつ。無理に決まってんだろ。